そういう意味で言うと、その億単位をね、個人のね、一経営者さんにね、入って負担してもらうのは無理なんで、そうするとやっぱでかくイノを作るっていうと、でっかいイオンリテールみたいな、でっかい会社とかね、とかっていうような感じのところが、重要になってくるんで、スーパーマーケットはなかなかフランチャイズが少ないけど、そういった、ですから、フランチャイズが多いのは、コンビニエンスストアですよね。あとは、フランチャイズっていうと外食業界ですね。もうフランチャイズが非常に多い、っていうところですね。まあそんな中でもやっぱり少しでもね、コスト意識を持って、直接化することによって、安く提供できるようにしようよって言って持ってってるのが、どっちかというと餃子の王将なんかだから直営も結構多いですよね。フランチャイズも多かったですけどね、今は直営が増えてるかなっていうイメージがありますね、ですし、逆にフランチャイズに振ったので振って、でコスト管理難しくなったなって言って結構苦境に立たされたのがマクドナルドだったりしますよね、あそこはもともと確かフランチャイズが少なかったんですけど、フランチャイズ化を進めたんですよね、名ばかり店長問題とかって言ってね、わーっと問題になって、いや直接雇用だったんです、この辺がね、すぐにやり玉に上げられるんで、そうするとフランチャイズにしてしまったそこのところがね、回避できるので、いやいや、それはもうそこのオーナーさんの、雇用関係のところの話なんで、マクドナルドはね、そんなブラックなことをしてるなんていうのは関与して感じしてませんってね、できちゃうんで、それもあって、フランチャイズ、外食業界とかあっちの方が多いっていう話も聞きますけどね。あとフランチャイズ、フランチャイズが得意なところと直営、外食業界でもフランチャイズが多いですよね。ほぼほぼフランチャイズ展開で推してるところが多くて、例外的なところで言うと、特殊なフランチャイズ形態を取ってるココ一番屋、ココ一番屋と、あと全商ですね、すき家。すき家だけは、フランチャイズ店舗が全国で2店舗くらいしかないんじゃなかったかな。ほぼ全店が直営っていう、ちょっと、変わったスタンス取ってますよね。確か吉野家と、松屋って一回ちょっとまた調べてみますけど、松屋とかで半分くらいフランチャイズなんじゃなかったかな。っていうところなんですけど、極端にそのすき家はまさにそのコストカットでっていう、ところで、やるっていうんで、ちょっと全塩さんのそのやり方の特徴ですよね。反面フランチャイズがとにかく多いっていうと、どこだ？パッと出てくる名前のところだと。ラーメンショップ系はフランチャイズが多いって聞きますよね。とかって感じかな。まあこの辺りもいろいろですよね。なんでそんな話になったんだっけ。あれか、コンビニの客単価確保のね、問題っていうのでね、そういったところとかもね、コーヒー一杯から見えてくるわけでございますよ。っていうところでいくとね、どうかな。ですからここでのね、その量産のやつもそうですけど、これがねどれぐらいの期間でね、どういう風な感じの展開になっていくのかっていうのでも見えてきますね。でもちょっと面白いのが、その YouTuber さんが出すそのコラボのそういったのとかっていうところで言うと、ヒカルさんと量産だけちょっと得意なやり方でやってるんですよね。ヒカルさんもそのリザードもそうですし、ジョイフル の展開なんかがもう分かりやすくそうなんですけど、期間限定コラボっていう形にしないじゃないですか。
ジョイフルで、ハンバーグ、最初ハンバーグだったっけ、ハンバーグ出して唐揚げだったかな、っていう流れでしたよね。第2弾が唐揚げだったよな、っていうところで。あの、もう出す時の、最初の条件として、ジョイフルさんの方に提示しとったのが、限定メニューにしないでください。必ず、定番メニューとして置いてもらうっていうのが条件でやりましょうっていう、ところで出しとったっていうところが、一つ、マーケティングにおいて、普通のコラボでやる場合って、期間限定でやって、そこでコンと上げるって言って、プロモーションにつなげるっていうのが一つ上等手段だったんですよね。まあこれアニメ業界がそれで成功したっていうのが非常にあって、で、アニメ業界って変だし、そのアニメってワンクール3ヶ月、4ヶ月とかでね、終わるんで、っていうところを考えると、恒常的なね、キャンペーンを打つっていうのがあまり向いていない、っていうか、それがね、マーケティングにつなげるときに、そこまで向いていないっていうところで言うと、その短期間でね、ドンと、来てもらって集中とかさせるっていうのが、一つそのトレンドの、日本のそのトレンド作り方の一つになってたんですよね。で、それに対して、だから結構 YouTuber コラボとかって言っても、そういったパターンのやつがほとんどだったんですよ。なんですけど、このりょうさんとひかるさんだけは、あくまでもエブリデイっていうところに実は重きを置いてるっていうのは非常に、その実際に売ってるものも違うし、なんならファン層って多分全然違うと思うんですよね。っていう中で、でもその経営戦略、すっげえ長期的な戦略っていうところで、そういった目立てを立ててるっていうところはすごいなと思いますよね。結構目先に、特に YouTube のね、いろんなコラボとか見てると、すっげえ目先にとらわれてるよねっていうのが多いなっていう印象がある中で、そういうのがね、あるっていうのはすごいなと思います。りょうさんに至ってはカフェをもう常設で店を持ってるわけですからね、あの辺りもすごいなと思いますよね、で、ヒカルさんもそのジョイフル もこうやってコラボって形でね、もはやもうジョイフルといえばヒカルさんみたいなね、もうイメージブランド戦略にもつながってますし、やっぱしその YouTube ですごく人気ですって言ってドンと、まあ特にヒカルさんの場合はバズらせるっていうイメージが強いですよね。東海はバズられて、まあね、よく、言われてはいますし、言ってますけど、自分たちより言ってますけど、完全に何て言ったらいいのかな、認識の違いな気がしますけど。